サッカー J2 の栃木 SC は3シーズンぶりの J2 でここまで3連敗しています。チーム浮上の鍵はどこにあるのか、今シーズンの主力にして経験豊富なこちら大黒選手に聞いてきました。背番号9フォワードの大黒摩季選手、元日本代表でこれまで J1 や海外のチームでプレーしてきた経験豊富なベテランです。サポーターの注目も集まります。とても楽しみにしてます、活躍を、はい、元日本代表なのでみんな多分期待してます。その期待に応える開幕戦での初ゴールはスタジアムを沸かせました。今シーズンでプロ20年目、どう戦うのでしょうか。正直20年も、ね、できると思ってなかったし、最初プロ始めた頃は、ね、やっぱり2年ぐらいでクビになるんちゃうかと思ってましたけど、今のところずっとまあやらせてもらって、イタリアとか行ってやっぱ外国の選手はやっぱり長くやってて、まあ、カズさんもそうですけど、まあ、そういう選手たちを見ててやっぱり、まあ、できるんだなみたいな感じで思いまして、そういう選手たちを見習って、ね、まあ、僕もやっていこうと思ってますけど。入団会見では大黒選手とかつてチームメイトだった寺田選手がこう述べていました。なんか昔のフォワードって感じです。もう上に出すみたいな、そういうイメージですけど、なんかあれなんじゃない、まあいい意味でっていうか、こうこだわりを持ってるというか、うん、そういう意味だと思いますけど、そういうふうにポジティブに言うと、やっぱり要求しないとボールも出てこないですし、まあ、要求するってことは自分に対する責任もやっぱ生まれるし、まあ、それはでも決めるのはやっぱボール持ってる選手なんで、その選手のねプレーを尊重してというか、なんかこうヒントというか、こういう選択肢もあるよみたいな、そういうアドバイスができればいいかなと思います、はい。まあ、みんなパス出そうとしてくれてるんで、まあ、あとは決め、まあ、来た時に決めるっていう3つぐらい先をいつも常に考えてますし、ただ単にこう偶然のゴールっていうのはあんまないんで、サッカーって同じ場面はないですけど、似たような場面っていうのはいっぱいありまして、どういう体勢で持ったらこの選手はどういうボールを出せるのかっていうのはやっぱ見てますし、練習とかで、まあ、そういうのを見極めて考えてやってますけど。今日も若手の選手と最後までシュート練習とかされてましたけど、はい、そうですね、まあ、シュートをやれば絶対上手くなるんで、上手くなるのはちょっと終わりがないというか、自分自身仕事をするための練習、まあ、いつもやってます、はい。最近の話になると、あのチーム3連敗という状況ですけど、はいはい、まあ、この3試合振り返っていかがですか。選手がもっと、ね、自信を持ってやるっていう、うん、そこですよ、ね、やっぱり、はい、まだ慣れてない部分があったりとか、まあ、そういう精神的な部分だと思うんですけど、まあ、J2 も J3 も、ね、違いなんてそんなないんで、 J3 もそんな簡単なリーグじゃないですし、うん、まあ、そこを立ち上がってきて、まあ、J2 に上がってるわけなんで、あの力がないわけじゃないんで、まあ、自分を、ね、信じて持って やれたらいいんじゃないかなと思います。まあ、ただやっぱ最後のところでもうちょっとね、みんなで最後体張るとか、最後コース切るとか、まあ、そういうちょっとしたこともやっぱりもうちょっと変えていかないといけないかなと思いますけど。この20年目っていうのは、はい、節目っていうんですかね、はい、っていうところで、この1年はどんなふうに過ごしたいなと考えてますか。栃木 SC の、ね、ために、まあ、より多くゴールして、まあ、勝利にとにかく貢献できるように、まあ、今チーム苦しい状況ですけど、やっぱり先制点奪えるようにやっていきたいなと思ってます。これからの長いシーズン、ゴールを狙い続けます。一言一言が胸に染みますね。はい、そうなんです。あの偶然のゴールはないとか、上手くなるのに終わりがないとか、プロフェッショナル、ね、そうなんですね。もうすがし顔が流れてきましたよ、私今。すがし顔が、うん、もう私世代の大スターですから頑張ってほしいです。そうですよね。あのパスの出し方について若手選手にアドバイスしたところ、試合で早速得点につながったということなんですよね、はい、やっぱり影響力ありますよ ね。さて、栃木 SC は明日午後2時から栃木県グリーンスタジアムで蒲田マーレ讃岐と対戦します。